なんかみんながありのままでいられる場所だなとは思います。まずこう浩司さんと美恵さんが一番こうリラックスしているし、そうするとスタッフもリラックスしていれるし、そうするといる人たち、住んでる人たちもなんか自分の家みたいにいられるんだなっていうのはすごい感じます。まあ、どこいてもですけど、食べる人たちが何今日食べたい感じかなとか、暑いからそうめんがいいかなとか、あとはなるだけこうおじいちゃんおばあちゃんたちがここにいれば一緒に手を動かしてできるのは何かなとか、一緒に私もお話ししながら作ると楽しいし、やっぱその人が食べたいもの、元気になるものを作りたいなと思うので、だいたい他の施設だともう作るものが決まってたりとか、なんか暑かろうが寒かろうが今日はシチューみたいな決まってたりするんですけど、一応あるものでその時考えて作っていいよっていう風にしてくれてるので、私もやっぱりなんかその時その日によって食べたいもの変わるし、その日のおばあちゃんたちの顔とかを見て決めていいよって言ってくれてるのと、一緒になるだけ作業してほしいっていうのも私としてもすごい楽しいことで、おばあちゃんたちの昔の話とかを聞きながら作りたいしっていうところを大切にしていいよって言ってくれてるのは楽しみです。こうおばあちゃんたちに、あの利用者さんにこうサービスを提供してもらう施設ではないっていうところ、一緒に参加型でどうしたいっていうところを大切にしてるので、家のようになんか自分家でご飯を作るように関わってもらえるところですよっていうのは伝えたいですね。聞き書きって分かります？昔の食文化もそうだし、お祭りとかあの地域の行事とかもそうなんですけど、もうなくなっていくような文化を書き留めて本にしてるした人たちがいたり、映像に残したりしてる人たちがいるんですけど、そういうのを一人一人にやってみたいなと思ってて、昔どういう風な子供だったのとか、なんか住んでたところではどういうご飯お祭りの時に食べたとか、なんかそういうおじいちゃんおばあちゃんたちってすごいいろんなことを経験してきてるから、なんかちょっとした昔はこういう風にお父さんが言ってくれてねとか、なんかことわざとかも含めて、その生きてきた裏側にあるものを私を通して伝えてもいきたいし、残していきたいなっていうのがあるので、なんかいっぱい書き留めていきたいなっていうのはあります。